皆さんこんにちは。開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画では皆さんの毎日を楽しくワクワク送れるようになる秘密の言霊をですね、お伝えしておりますので、この言霊を使ってですね、皆さんの人生を楽しくワクワク、生きていただければと思います。最後まで楽しんでご覧ください。この動画に巡り会えたあなた、本当についてますということで、早速始めてまいりたいと思います。はい、何本前かの動画で、人生のありようっていうものがすごい大切なんだよっていうお話をさせていただきました。それはどういうことかと言いますと、その人がですね、日頃生きている時のテンションの基準値って言いますかね。つまり客観的に見るとすごいよくわかるんですけれど、あの人はいつも楽しそうだなとかね、あの人幸せそうねっていう人もいるかと思えば、なんかいつも深刻な顔してるよねとか、なんかいつも暗いのよねっていう方がいらっしゃるじゃないですか。で、そういう方はいわゆる標準モードの時にですね、ちょっと気を抜いて、素に戻った時の標準モードのそのテンションっていうのはですね、暗かったり深刻だったりすると、結局その標準モードの時間が一番長いので、それめがけてですね、いろいろな出来事が起こってくるので、やはりその標準モードを変えないとですね、人生ってうまくいきませんよねっていうお話、これをさせていただいたんですけれど、この標準モードがなぜかその暗く深刻になってしまうっていう、前提としてですね、やはり人生に対する捉え方っていうものがあるんじゃないかと思うんですよね。それで日本人とても多いのは戦後なんか特にですけど、戦前から戦後にかけて日本というのは精神的な問題に関してはやはり、欧米のスピリチュアリズムであるとか、あるいはキリスト教なんかの影響を、無意識にこうまともに食らって受けてますんで、そういうものの前提とした考え方って、人間ってもともと不完全なんだよねっていうところから始まってるんですよね。で、不完全なものが、努力をして輪廻転生をこう繰り返して神のような存在になってくんだよねっていうのが前提にあるんですね。だから人生何のためにあるんですかっていうと、魂の修行に来ましたみたいな人がね、結構多いんですよね。これ宗教やってる方とかスピリチュアルやってる方ね、そういう方は、どうしても人生修行の場ですから深刻になっていってしまいますしね。あと、そういうのに全く無縁の方も、人生何のためにあるんですかって言った場合、成長するためだよって、人間は成長しないとね、生きてる役割って果たせないんだよとか、あるいは一角の成功者になるためだよって、つまり成長っていうものがベースになってるわけですよね。で、成長っていうのは裏を返せば今が不完全ですよっていう話になってしまうので、つまり不完全な私がいかにこう努力をしてですね、一角のものになっていくかっていうゲームになっていきますんで、なかなか深刻なんですよね。で、本来日本である考え方っていうのは、八百万の神っていうのはもちろんですけれど、我々っていうのも神の子孫なので当然神なんですよね。あるいは空海さんなんかの密教系の考え方だと、我々の中には、仏師あるいは、仏としての本性があるんだということで、もともとが仏からスタートしてるわけですよね。で、そこの考え方の違いって非常に大きくて、不完全なものが完全になっていく、成長していくのとですね、完全なものがその完全さを出していくっていうのでは全然捉え方が違うんですよね。それで八百万の神的に言うと、この世界ってざっくり言うとですね、神々の遊び場なんですよね。なんとなくニュアンス分かりますかね。つまり子供の頃にですね、お砂場なんか行くとですね、もうほんと無限の想像の場じゃないですか。子供にとってはワクワクして「わあ、小山作るぞ」って、山でっかいの作れるかなってこうワクワクしながら山作って、トンネル掘ったりして、で壊したりなんかしてね、もうワクワクしてたじゃないですか。それでまあ例えば、ブランコ乗ったりしてもね、あんな本当に大人からするとですね、ただこう、振り子のように動いてるだけなんですけど、その過程もですね、うわー楽しいなーってもう、ワクワクしたじゃないですか。ですんで、浸透的な流れで捉えると、どちらかというとですね、この世は神々の遊び場っていうことになるんですよね。いわゆる新進宗教的なまあ明治あたりからこう出てきたような新しいその神道系の宗教の場合はかなり現在感っていいましてね、不完全なところから始まってるんで、ああいうのは別ですけれど、伝統的なものですよ。日本人の心としては、そういう方が捉え方としてはね正しいのかなと思うんですよね。ですから、人生何しに来たのって、今まで成長するためだよとか、あるいは魂を成長を磨くためだよとか、そういうふうに思ってた方、ちょっとですね捉え方を試しにですよ変えてみてほしいんです。だから人生何しに来たんですかって言った時に、いや遊びに来たんだよ、この世は遊び場じゃないって自分の捉え方をこう変えるとですね、その瞬間心がブワーッと広がって楽しい気分になりません？というのは、まあ楽しいっていう字自体がですね、この手足をわーって広げて伸びやかに楽しんでる人の姿をですね象形文字で表したなんていうことが言われてますけれど、そういう楽しさっていうんですかね、感じると思うんですよ。で今日の魔法の言霊っていうのは、人生は遊び場っていうこのフレーズなんですよ。つまり、自分一人でですね何か深刻になりそうになった時、あるいは日常から「いや人生遊び場、人生遊び場、人生遊び場」ってこう繰り返し言っていてくださっても結構ですし、何かそういう会話の中でねチャンスをつかんで「いや俺人生遊びに来てるからね」っていう発言をこうしていただいてもいいですし、そういうふうに自分の中にですね感覚をこうすり込んでいくっていうのが大事なんですよね。で本当にこの人生が遊び場なんだなって思えた時に景色がわーっと一変するんです。で遊びに来てるなんてね、そういうふざけた考えで大丈夫なのって今まで深刻に生きてきた方ってね心配するかもしれないですけれど、本当はね何て言うんですかね、人間って楽しく生きる本性もあれば、いわゆる倫理観っていうものは人に教わらなくてもですね自分の感覚で分かるようになってるんですよ。というのは普通にですね人に親切にしたら楽しいっていうのは分かりますし、人に迷惑かけると何か後ろめたいって勝手に感じるじゃないですか。つまり、そういうモードっていうのは自分の中にあるわけですよ。ですから自由に本当に自分の感覚を大事に楽しく生きていれば本当はうまくいくんですよ。でもちろんですね、犯罪なんか犯せばね刑務所行っちゃいますし、人に恨まれるようなことをすれば恨まれてですね嫌な目に遭うって、まあそれは当然のことですけれど、それって楽しくないじゃないですか。つまり、自分の心の中でね本当に心がすがすがしくて楽しいことっていうものを選んでたら、人に迷惑かけることとか刑務所行っちゃうようなこととかやらないんですよ普通に。だから頭で倫理観でですね、正しく生きなきゃとか成長しなきゃとかやると、むしろ頭に縛られてですね、体がほんと縮こまってっちゃうんですよね。ですからそういうモードを変えていくっていう意味において、この言霊ですね、人生は遊び場、俺人生遊びに来てるからみたいなね、言葉を頻繁にこう使っていただいて、自分のモードをですねいわゆるありようの標準モードをカチャッて、変えていただくと。でそうしますと本当に子どもの頃の楽しかった日常っていうものがですね大人になっても本当は楽しいんですよですから人生つまんないなとか、なんか深刻に物事考えちゃうなっていう人は是非ですねこの「人生は遊び場」っていう言葉をどんどん使っていただいて、そして人生をですね本当にワクワクしたものに変えていっていただければ、嬉しいなと思っております。ということで今日の動画が楽しかったです、あるいはためになりましたっていう方はですね是非チャンネル登録をしていただいて、いいねボタンをググッと押していただけるとありがたいです。ということで大島秀明でした。またお会いしましょう。